はい、いくよ。はい、力抜いて。あ、いいね、いいね。はい、パン粉ってた。はい、伸ばします。はい、もう一回。はい、こう。ここ硬いな。背中ここだな。それではよろしくお願いします。あ、肩こりだな。どっちってこれ右の方ですね。鎖骨、やっちゃったんだ。おかしい。やりすぎで。ちょっと見ますよ。あ、でもね、ちょっと持ってるな、右の方が。若干の差はある。あ、でも、この中では一番柔らかい。あ、本当に？現状ね。現状今のところ柔らかいです。よし、ということでよろしくお願いします。はい、行きます。力入るからやりづらいの。普段でも自分で肩こりって感じますか？肩こりが何か。ああ、なるほどなるほど。もう単純に言うと、今これ気持ちいいっていうのがこれ肩こりです。本当そこです。まあただ痛みを発してないってだけなので、もう前段階です。これが10年後ぐらいこたってたら肩こりに発展するでしょ。すごい。え、すごい。もう一番いいこう力の入れ加減でこうやる感じなんで、いや、いいっすよ。まあ、レベル2ぐらいの肩こりだな。あ、でもね、肩よりかは背中ですね。結構背中の方が凝ってる。今のところね、肩っていうか肩甲骨だな。だいぶ硬いかもしれない。すごい。まあ、姿勢よくしようね。あ、そう、めっちゃ悪いって言われる。じゃあちょっと肩甲骨当たっていきましょう。予防予防。何事も。腕をね、こう置いてください。力を抜いてここに置く感じです。はい、でここの、ね、肩甲骨。よろしくお願いします。はい、行きます。あ、そうだね、一番硬いね。はい、力抜いて。はい、力抜いて。笑わない。はい、行こう。はい、一番硬い。うん。この中では一番硬い。これをやることで、猫背が治って、あの内臓も上がってくるんで、痩せやすくもなりますし、スタイルも良くなります。意外と硬かった。背中ですね。うん、肩よりかは背中あたりの筋肉がすごく硬い。あ、でも効くと思うよ。うん、この中でやったら意外と一番凝ってるかな。いや、どうなんだろう。微妙なところ。背中はでもナンバーワン。肩っていうより。力抜いて。いいね、いいね、今いい感じ、いい感じ。もうちょっとよ。ここめっちゃ痛い。ここ痛いでしょ。痛い。めっちゃすごい凝ってるんですよ、ここ。痛い。この3人の中ではナンバーワン。肩甲骨の硬さ、背中から。うん、うん、
逆に、まあ、言うなれば将来も猫背でこう背中曲がりやすくなりやすいですね、この中では。そうなんや、まあ、気をつける点では、あれ最後一回一回剥がしてみます、よいしょ、ちょっとね、これ大丈夫、こうやって大丈夫、早く逆サイド行きます、はい、反対置いてください、そこ置いて、はい、でこっちも行くよ、はい、せーの、こっちの方が硬い、右の方が硬い、うー、張りづら、張りづら、ほらほら、はい、超張りづらいでしょ笑ったらなおさら入らないからね。はい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 。ああ、痛い痛い痛い。右悪いですよ、だいぶ。痛いでしょ？左と出ちゃうでしょ？全然手術。じゃあちょっとね、ちょっとまああの外側から行きます。あ、やば。あ、そっか、手術もあるんだ。それもあるんだ。やっぱそれ。あるあるある。痛そう痛そうでしょ？ああ、いや全然これ外側からなんで痛い、これ。これだけ痛い。あ、本当か。ちょっと待って、軽く来て、ちょっとこれぐらいで。ちょっと本当、ゆっくりしてね。いや、これやることで多少はいい方向行けやなと思うんですけど、これ完全に近づいてる。あ、そう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 。どんどん行くよ。笑っちゃう。笑わせないで。これはね、本気の本気でやってるから今この子に関してはちょっと右の腕はこれ、よいしょ、これなんでこんな硬くなるんですか。猫背もあるんだけど、右がなんか深くかかってんだろうな、なんか仕事上で、はい、あ、はい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 、あのね、やっぱ硬い人はね、痛い。全然痛い。よいしょ、はい、ここ行くよ。はい、最後、最後、最後。はい、こう力抜いて、力抜いて。うん。はい、OK。こう置いてください。はい、はい、脇伸ばします。違う。はい、腕バンザイ。はい、伸ばします。はい、もう一回。こう。はい、おーし、最後にね、もう一回肩いくよ、首やる、やらない、やるやる、はい、すごい、めっちゃ気持ちいいな、うん、どう今なんか軽くなってる、軽くなってると思う、本当に、すごい、はい、いくよ、はい、はい、時間凝ってた、マジで絶対一番凝ってないかなって感じがしたんですけど、意外と凝ってた。首はまあまあ。まあまあ。これでもめっちゃ弱く、弱くやってますからね。本当に？もう弱ですよ、弱。ほぐいて。弱、弱。で、ここから首の、首じゃない、目と、普通のツボついていきます、はい、こう目と目ついていきます、あー、いったー、はい、はい、反対、はい、さあ行きますよ、せーの、意外と右大丈夫、大丈夫、右の方が気持ちいい、うん、やっぱ影響出てますね、すごい、全体的に右半身がちょっとだいぶ硬くなってきて、うん、まあ、どういう仕事かにもよるんで、とりあえずは、うん、今立ち仕事です、デスクワークです、え、今学生です、学生か、うん、あ、なるべく右は動かした方がいいよ、あ、そうなんや、あの動かさなかったら、あの悪いから動かさないっていうのはアウトなんですよ、うん、どんどん筋肉ってやっぱ動かした方が、ね、うん、柔らかくなります、そうね、まあ、将来的にね、このことは覚えておいたら、今の現状で右がこんなに左右が違うと、うん、はい、なるべくこう右あたりをストレッチするような感じ、
右。あの例えば首とか痛くなります右。そうでもない。今なるかもしれない。なるかもしれない。ではストレッチをちょっとやった方が、首を伸ばすストレッチ。ちょっとまあまあこの後教えますね。一回これ終わったら。で、こう行きます。最初。はい、もう一回。はい、じゃあね、ちょっと首をこう伸ば、ここだけ伸ばす方法を教えるよ。うん、あのもし思い出したらやってください。あ、首が痛いな、右が痛いなと思ったら、ここをね、こう置きます。はい、この状態ね。うん、で、もう単純に頭をね、こう自分でこう持っていただいて、でこのまま伸ばす。ぐっと。あ、これだけ？そうそうそう、ほら、ふーっと伸びる。これ腕を後ろに置くことで肩がちょっとこう引きますんで、この状態を利用してここで頭をこうってます。でなおかつ今度は、ここら辺が痛い、首が超痛いとする。今度はそうしたらここをちょっと押さえるんですよ。ここ痛いところを押さえてあげて、で今度は自分で伸ばす。ほら効くじゃん。そうが効くじゃん。すごい。こういうやり方、これを覚えとってください。もう、はい、まあいつか思い出した時にやってください。もしね。はい、OK。じゃあ最後ね、肩をもう一回やって終わりたいと思います。はい。ここ最初の肩が。ああ、いいね。違う、最初とは違う。うん、すごい。肩より背中だ。ほら、ここら辺よりね、ほら、うん、ここら辺の方がすごい凝ってるんですよ。腰ばい。で、腰ばい、こうやってね。こちょ。めっちゃ気持ちいい。これ。これ肘を使ってます。すげえ。面を広くしてやってるんで、うん、あのちょっとストレッチと、まあ、揉みと、まあ、いい感じに入ってます。まあ、これがマッサージです。はい。これをだからなんていうか、まあ、お店とかやったらこううつ伏せとか、まあ、寝てやるんですけどね、いい音楽を聴きながら、はい、優雅なもんですよ。まあ社会に出て稼ぐようになったら来てください。やっぱお金がかかるんで。そうですね。いやでもね、高校生で来たりするんですよ。え、そうなの？います、います。高校生で女子高生が来たりします。本当にマッサージ受けに。アルバイトのご褒美ってやつですよね。あ、そうなんだ。はい、ちなみにうちの最小年齢は小学校です。小学校。親が連れてくるパターンですけどね。まあ一人で来るのは高校1年ぐらいが最高です。そうなんだ。いや、いい感じだな。じゃあね、最後にね、肩を叩いていきます。よろしくお願いします。これ10分ぐらいしかやってないんで、これ本当は60分やるんで、僕、うん、しっかりやるやからね、全身、肩から腰から足まで全部やるんで、まだやるとこはいっぱい多いんですけど、まあ、お金稼いだらね、いつかやってください。
はい、僕は待ってます。その時は。相方のチャンネル登録だけよろしくお願いします。